お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュロイヤルやってくんですけど、今日はねこちらのデッキを皆さんに紹介したいかなと思います。だけで、まあ、ゴブジャイスパーキーなんですけども、まあレイジが入ってるね、まああの電車デッキとも呼ばれてるんですけど、こうまあ一方ね通行一気にこうなんかゴブスパーミニペーレイジみたいな感じでなんか電車デッキとも呼ばれてるんですけども、あのこのデッキをね紹介します。で、ちょっと一つ皆さんに、こう、技と言いますか、こういうことが意外とうざいと言いますか、こう、いい攻めになるっていうのを、こう、紹介したいなと思いますので、ね、今日の動画は、まあ、これだけ覚えておいてもらえると、こう、ちょっとね、変わってくるんじゃないかなと思います。というわけで、まあもうね、早速、それを話しちゃいますと、皆さん、スパーキー、の前にゴブジャイをつけるでしょうかっていう、まあ、お話なんですけども、お前何頭悪いこと言ったの、スパーキーの前につけるやんけボケと思った方ごめんなさい、はいごめんなさいなんですけども、あのですね、これがですね、こうまあ間違ってはないと思うんですけど、 100% それが正解ではないよっていうのをちょっとね話したいなと思いましてですね、こう上手い人ほどと言いますか、こう僕は逆にスパーキーをマルチであんま使わないんですけども、こういろんなデッキ、ボム隊のデッキとか、こうまあいろんなデッキを使ってて結構されることがあるんですけど、それがですね、スパーキーの前にゴブジェイを出さないんですよ、相手が。よいしょ。そう、なぜかってなるじゃないですか。なんでスパーキーもったいないじゃんってなるんですけど、結局このスパーキーに相手やっぱ対応しないといけないんですよね、ユニットで。こうゴブジャイをつけると、そのユニットでスパーキーに対応しつつ、なんかこうゴブジャイとかも溶かせるみたいな感じになるんですよね。で、今みたいにこう逆サイドを攻めると、ビビトラでね相手はスパーキーを対応したんですけど、結局ね、あのスパーキーって陸で受けないといけないじゃないですか。あ、終わっちゃった。そうなんで、相手がもし対空でさっきみたいに対応してきた時に、まあ、今回たまたまババコヤがあったんですけども、他の陸をね、まだ相手は出さないといけなくて、しかも逆サイドのゴブジャイプラス、なんかの、まあ、基本的にゴブジャイミニペがね、理想ですね。っていうのを抑えないといけないっていうので、こう、スパーキーに基本的にニット2枚咲かせられるんですよね。2枚からの、てか、ま、相手が対空出した時とか、まあ、施設置いた時とかに逆サイ行くのが結構いいんですけども、だからユニットをめちゃくちゃ引き出せられるんですよね。で、一度に、こう、相手がもしマジックアーチャーとか、ロケット砲士とかライドラとかですね、持ってたら、こう、美味しくね、防衛されないっていうのが、こう、スパーキーの前にゴブジャイつけない、強みに、ね、なってきます。なんで、結構、施設持ちですね。特にボムタワーかなには、まあ、ババコアもですね、もう、今みたいな感じで、こう、つけないっていうのが、こう、非常にね、いい形にはなってくると思いますね。ゴーストメガゴってなんだろうね。これちょっと、わかんないですね。相手のユニットが、これで立ったらやばい。めっちゃすごいカウンター来そう。あ、待って、メガゴ先行するでも美味しい。さあ、てなわけで、メガナイトメガゴですね。メガナイトメガゴ、待って、これやばい。あ、これザッピいらない。だってエレキの今、リセットありましたもんね。あ、なんか、初心者みたいな動きしてる。ごめん。急にね、急にちょっと初心者みたいな動きになってますけども、ちょっと今のね、あまりよろしくない感じでしたね。今回相手は、メガナイト、メガゴゴーストスケのなんかのデッキですね。はい。というわけで、まあさっき言ったんですけども、スパーキーの前に、まあ出せるときなんか状況にもよるんですけど、別にスパーキーの前に絶対出さないとかではないですね。それだけはこう、履き違えないようにしといてもらえるといいんですけど、まあ、出した方がもちろん強い時もありますけど、やっぱ施設かな、やっぱ両サイ振られると非常にここですね、ここを逆サイで行くんですよ。そしたら、相手は、このハンターが無駄になるんですよ。わかります？ハンターがスパーキーに撃たれるだけで、で、これメガゴにね、殴られてるのがちょっと良くないんですけど、もし今メガゴに殴られてなかったら、このスパーキーに相手は、もう1枚か2枚、ユニットを出さないとね、いけないんですよ。っていうので、こうゴブザイミニピっていう形もうざいじゃないですか。なかなか止めれるのが難しい攻めじゃないですか。で、スパーキーにもね、こう防衛しないといけないっていうので、結構今の状況ですね、なんかもうちょっとあったと思うんですけど、とかに、よいしょ、
いい感じにね、刺さると思いますね。これ出した方がいいな。まあまあまあ。これは逆に言っちゃってもいいんですけど、まあ、言っちゃってよかったですか。丁寧にいきたいと思います。なんかが、ああ、ゴースト美味しいですね。で、これですね。ここだってもうゴースト美味しくいただきつつ、もうこれ、だって相手のハンターこれ全部餌なんですよ。餌。もうスパーキーが一掃してくれますね。一掃してくれる流れが完全にできてますね。もうこれ、これスパーキーで単体で活かせるのがね、意外と強いんですよね。よいしょ。で、メガ、これスパーキーに相手だって絶対何か対応しないといけないじゃないですか。じゃあ逆にこっちね、僕が攻めてあげるみたいな。ザップって、よいしょ。そしたらスパーキー一発入るよね。ドーン。っていう風な感じですね。はい。さあ、あとちょっと僕、削り忘れがないようにしっかり削っていきたいですね。ケツラムで、なんかワンチャンライトニングとか来たら僕やばいですね。苗そう。端前めがないと。おー、そっち来ましたね。これも釣っちゃって、で、穴メガゴは気をつけたいですね。穴メガゴはちゃんともう殴ってからでいいですね。殴ってから、で、もうこっち側に、なんか僕、ちょっと、おしゃれな攻めをしようとしちゃってるんですけど、そこはね、許してください。はい。まあ、レイジがね、化け物ですよっていうのが、わかるんじゃないかなと、思いますって感じで、この試合結構いいと思いましたね。スパーキー単体に、間めちゃくちゃ苦戦してたイメージがありますね。特にスケとか、細かい武器がない相手だと、よりね、まあ、あったとしても、ゴブジェイミニペの、ミニペッカにもスケルトン使いたいし、スパーキーにも使いたいし、みたいな。感じですね。たまたま僕みたいな行かれたスケルトンミラーとかしてくるタイプの人間が来ない限りは結構ね、スパーキー単体で行かせるっていうのはいいと思いますね。なんか相手が対空出してたら、ちょっともったいないってなるんですけど、メガゴだけで処理されたりとか、そういう時にはつけた方がいいんですけど、相手が陸で対応してきた時とか、なんか、まあ、逆にベビーぐらいだったら無視さし、捨ててもいいですね。ベビーだけだったらスパーキー削りきれないので、よいしょ、さあ。で、僕、これ逆サイ行きたいんですけど、ミニペックがないんですよね。まあ、エレキで踏んでくるとかかな。まあ、行っても、ババコアに多分釣られちゃうので。おー、これ、撃つんじゃね強っ。単純にね、これはスパーキーが強いで、今、ババコア使いましたね、相手は。なので、もうこれ、行っちゃうしかないですよ。もう、ゴブジェイミニペ、レイジね。電車タイム行きます。ゴーレッツゴーレッツゴーで、ゴブジャイのこの槍と、エレキが、ベビードローを溶かしてくれるっていうね。よし、いい、強い。ですが、相手の防衛も上手いですね。ババコエライト。ババコエライト。なんだ、まあ、わかんないですね。とりあえず、スパーキー出しとけば、なんとかなりそうですよね、ぶっちゃけ。で、ババコは同サイドにスパーキーやっぱ合わせたいので、まあ、一旦ケツスパーしても相手はきついと思うんですけど、一回ダックピリ挟んで、確実にババコを咲かせて、それにスパーキーをね、出していけたらいいんじゃないかなと思いますが、まあ、スパーキーでいいでしょう、これは。で、ライトでしたね。ライトなので、これとか得意ですね。さっきみたいに、ゴブジャイエレキ、なんかとか、ゴブジャイスパーキーなんかの形を作ると、やっぱライトニングがね、今さっきのように降ってくるんですよ。なので、ここで、こっち行っちゃうんですね。こっち行っちゃうと、このスパーキーの、やっぱ、受けがね、ないので、このままスパーキーがね、打ってくれる。おいしいおいしいおいしい。ん?打ってくれる。おいしい。そして、まあ、ベビーは、まあ、後から三角でもエレキでも適当に回収して、これやっぱ、ちょっとね、こういう三角を生かしていきます。で、ダックネで受けてくるんで、まあまあ。さっ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 さ。エレキ流しかな。攻め方がむずいですね、非常に。ライトワンチャン?おい、来ない。で、これミニペッカ行っていいっすね。行くで、ベビーが今ないので、3角足してレイジブッパー。で、ミニペカ?ミニペカ走る。走る。ミニペッカ走れ。走る。ババが、ババが多いですね。アイダンデッキはゴレか。ゴレっぽいっすね、これ。もう、ゴレだ。ワンチャンダクプリで飛来しにするとかもおしゃれではあるんですよね。ぶっちゃけね。で、ここは、ちょっと行っちゃってもいい気がしますね。で、ワンチャン誘っ、まあまあ、ダックプリぐらいならいいか。待って。で、3が5で、ミニペ。で、これだったら、逆にライトニング打ちにくいし、打たれてもみたいなのがありますね。さっさっさ、ダックプリが入る?入る。あ、ミニペッカ避けた。え?やば。見た?今の。みんな。俺のミニペッカ、相手のタルババ避けたくね?
神じゃん、神じゃん。救急さんがすごい言ってそうな言葉ランキング2位ぐらい、神じゃん。別にバカにしてるわけじゃないですかね。今日たまたまの救急さんとのなんかチャンネルの撮影があったんで、ちょっと思い出しただけです。神じゃん。よいしょ。もう0時でね、0時で相手のベビドロとかしたい。リクゴリヨシが刺さってこんなちょっとね、ちょっと楽、まあ0時ザップだけだと削り最後怖いですが、なんかすんなり勝てるデッキでございます。いや、これね、今勝率1位なんですよね、グラチャレの。そう、これが一番勝ててるデッキ、やばくないですか。グラチャレで今一番勝ててるデッキはこれですからね。よろしく。さあ、音符が名前に混じってる、ちょっとおしゃんっすね。相手が何も出してこないので、どうしようかな。三角は相手がバルーンだときに死ぬので、まあ、出すならダクピリカミニペカ、まあ、ザップだよね。ぽい。で、基本的に相手のユニットに合わせていきたいですね。スパキ合わせて、これ、あれっすね。スケラだったらいいんですけども、ロケット持ちだったら悩ますよね。あー、これはね、いい感じにちょっといきたいですね。これね、ダクプリで受けつつ、三角で横から処理して、もうこれだけでね、非常に辛い。で、これは落ち着いていいですね。あ、三角が、俺の三角が暴れて、で、受けがないと思うので、タルババとボムタワーか墓石かぐらい。あ、なんで？待って、なんか見えなかったんだけど。墓石だった今。あは、暴れちゃう、暴れちゃう。あ、これは。で、ギョビーという感じで一本折れましたね。早速。で、このナイトまで割いてくれると、エリア動画がさすがにやばいと思うので、まあ、あとはスパーキー出して、で、逆算相手が無理に攻めてきたら、まあ、攻めてきたで、まあ、あとは陸ゴリ押しすればいいかなと思いますね。はい。でもこれはね、キング落とせると思います。今日ちょっと疲れてるかもしれないんですけど、マルチ結構やったんですよね。2か77ぐらい行ったんですけど、こっちのアカウントちょっと上目指してたらなんか若干負けて、今トロとかしてて、まあでも動画撮ってねえなと思いつつ、動画撮ってちょっと元気ないみたいなとこありますよね。あ、墓石か。ボムタワーの方が陸が結構刺さりそうだったんで良かったんですけど、まあ墓石でも咲いたんでミリペックでも出しておきましょう。暇ですね、これ。相手のベビドラがちょっと厄介かな。あ、これ不知れ。これちょっと早めに処理しちゃいましょうか。ナイトとアイスイズ、これ両方にやってろ。両方にやってろ。エイム。いいポイズン、それは。そこはね、僕、非常にね、やばい流れがあるじゃないですか。でここで、ここ3個で攻め取るのが来るので、ピピピピピューって、蓋してあげて、この間に攻めてあげると、自然とね、いい形になります。で、僕の超神ザップ。おい、神座っすね。神座でミリペが入る。オッケー。なので三角はスケラに、まあダクプリとエリキもスケラの受けには非常に強いので、よいしょ、スケラ用に出しといて、もうこれ焦る必要ないですね。なんでここでゴブジェからのこの三角でここの盾をね溶かしてあげますね。そうすると意外とね、こうスケラって意外と収まるんで、タワーとなんかで早急に盾を壊してあげるのが大事になってきますと。まあ、いうわけで、まあ、今日皆さんね、覚えていってほしいのが、スパーキーの前に、こう、相手が陸で対応してきた時ですね。スパーキーの前には、ゴブジェをつけないパターンもあるっていうのを覚えてもらえると、こう、戦い方のね、幅が広がるんじゃないかなと思いますので、よければ試してみてください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。